大丈夫ですか。はい。Hello everyone.、Welcome to our session. と、本日このセッションは、まあ、ジャパニーズトラックということで、私の英語は以上とさせていただきますけれども、数あるセッションの中から私たちのセッションをお選びいただきまして、ありがとうございます。今日はですね、オープンスタックを利用したゲームサービスの実装というタイトルで、説明させていただきます。 CTC の金子と申します。よろしくお願いします。本日のアジェンダ大きく3つに分かれております。まず最初にですね、まあ、見たところほとんどの方日本人なんですけれども、まあ、あまり CTC をご存じない海外の方のためにちょっとだけ会社紹介させてください。で、2つ目が今回のメインの内容になりますけれども、オートノーマスオンラインゲームアプリケーションとあります。このオートノーマス自立型っていうところが今回大きいポイントになっております。で、まあ、内容としてはオンラインゲームシステムをクラウド上でオートスケールをするっていう話になるんですけれども、まあ、従来の負荷ベースのオートスケールとは違うアプローチの、まあ、新しいアプローチのオートスケールっていうものを私たちの方で実装しましたので、まあ、その内容をご紹介したいと思います。で、最後にですね、オートノーマス自立型のアプリケーションを支える技術として、CTC が中心となって開発しているラックっていうソフトウェアがあるんですけれども、その内容と実際そのゲームとどういうふうにこう連携しているかっていう詳しい解説を最後に加えたいと思います。では簡単に我々 CTC の会社紹介をさせていただきます。私たち CTC はですね、IT システムの設計、開発、運用と、全ライフサイクルにわたって、ソリューションを提供することができる、IT、トータル IT ソリューションカンパニーでございます。で、私たちのお客様、非常に幅広い分野のお客様がいらっしゃいまして、情報通信をはじめとしてですね、金融、流通、製造、工業と、さまざまな分野のお客様に、IT ソリューションを提供している会社でございます。そして近年私たち CTC はオープンスタックにかなり注力をしております。で、一番下のインテグレーションというところはもちろんなんですけれども、その上でさまざな OSS のソフトを組み合わせて、そのクラウド環境の自動化を推進するですとか、あるいはアプリケーション開発のデブオプスの推進ですとか、そういうことにも取り組んでおります。そして一番上ですね、今日ご紹介するラックっていうソフトウェアをベースとして、クラウドネイティブのアプリケーション、オープンスタックに最適化されたアプリケーションの開発というものに従事をしております。で、オープンスタック全般にあたってですね、高いノウハウを持った会社だというふうに思ってください。で、会社紹介、こんな感じで簡単にちょっと済ませまして、本題に入っていきたいと思います。今日のキーワード大きく3つございます。オンラインゲームからクラウド、そしてオートスケール、大きくこの3つになります。で、今日の話題としては、このクラウド上でオンラインゲームのシステムをどうオートスケールするかと、そういった内容になります。そしてこの3つのキーワード、それぞれ具体的なものに当てはめるとこうなるんですけれども、オンラインゲームというところでモノビットエンジンというものを今回使わせていただいております。今回株式会社モノビット代表の本庄様にもお越しいただいておりますけれども、今回このモノビット様との共同プロジェクトということで、このオンラインゲームをオートスケールするシステムというものを開発をしてまいりました。そして真ん中のクラウドは当然オープンスタックになります。そして一番右側にオートスケールのところでラックと書いてありますけれども、このラックっていうソフトウェアをベースとしたオートスケールをする様子っていうのをご覧いただきたいと思います。では具体的な内容に入ってまいります。ここではちょっとオンラインゲームのトラフィックについて考えてみたいと思います。ゲームの内容によると思いますけれども、ゲームのトラフィックというのは常にこう一定のトラフィックが来るというものではないですね。例えば朝夕方の通勤時間帯ですとか、から深夜の時間帯にこう高いトラフィックが来るというような特徴を持っています。あるいは月1回のこう大型イベントとかがあるときには、そのイベントのときに非常に高いトラフィックが計測されると、
そういう特徴を持った、特徴を持っていますね、オンラインゲームというのは。で、各ゲーム会社さん、そういったトラフィックに対する対策の一つとして、クラウド上でのオートスケーリングっていうものを、すでにやられているところも多くあるかと思います。で、一つは、スケジュール型のオートスケーリングということで、あらかじめどのぐらい、どの時間帯にトラフィックが急増するかということが、予想できるんであれば、その前にあらかじめサーバーを多く立ち上げておいて、レスポンスが遅くなるのを防ぐといったような対策が一つ。それからもう一つは、リソースベースというふうに書いてありますけれども、CPU とかメモリーの使用率っていうものを見て、その負荷情報をもとにサーバーを増やしたり減らしたりと、そういうのが一般的かなと思われます。で、実際、このオートスケーリングを実現しようと思うと、オープンスタックで、一般的にやられる方法としては、セイロメーターと、ヒートっていう組み合わせが一般的かなと思います。これちょっと一つ、疑問といいますか、果たしてそれで十分ですかという疑問をちょっと投げかけたいんですけれども、例えば非常に短い時間でトラフィックが急増した場合っていうのは、CPU の例えば利用率っていうのをベースにしていると、実際にその負荷が上がってから、サーバーが起動されるわけですよね。なので、やっぱり間に合わないケースっていうのが多々あると思うんですよ。なので、非常に短いタイミングで、短い期間で急なトラフィック増があったときにちょっと対応できないんではないかと。それから、常に予測通りトラフィックが上がってくればいいんですけれども、予期しないタイミングで高いトラフィックが急に来たというときも、やっぱりその負荷ベースのオートスケールだと間に合わないっていうことがあり得ると思います。で、今お話したのはスケールアウトのケースですけれども、今度スケールインについて考えてみましょうと。で、スケールインするっていった場合に、ゲームサーバー、ゲームのアプリケーションっていうのは、基本的にステートフルなアプリケーションですと。で、あるユーザーがそのゲームをプレイするといったときに、基本的にはそのユーザー、クライアントとゲームサーバーの間でコネクションが張られていて、常にサーバー側はユーザーの状態っていうのを守っていると、ステートフルなアプリケーションっていうふうなことが言えます。で、そうなったときに、例えば CPU 負荷とかメモリーの利用率っていうところだけを見て、スケールインをもししてしまうとすると、まだ1人のユーザー、例えば1人、残り1人のユーザーがゲームプレイ中にもかかわらず、サーバーが削除されてしまうという、こともなりかねませんと。なので、何らかのスケールインに関しては工夫が必要なのではないかなと思います。こういった問題に対してですね、私たちは新しいアプローチのオートスケーリングというものを考えました。それがアプリケーションの状態に基づいたオートスケーリングのメカニズムというものです。私たちは今回これを採用したシステムを開発いたしました。で、ここにオートノマスアプリケーションという表現をしておりますけれども、要はですね、アプリケーション自身が、自分の状態っていうのが一番よく分かってるわけですね。なので、アプリケーション自身が直接、オープンスタックの API を叩いてサーバーを増やすっていう、非常に自律的な動きをするわけですよね。で、ここで、ヒートだとかセイロメーターとかっていうような外部のサービスっていうのは関わってこなくて、アプリケーションだけで完結するオートスケーリングっていうものを実現しようとしています。で、ここで大きく、異なる、従来のオートスケールと異なるところは、メトリクスのところですね。先ほどのケースだと、CPU 使用率、メモリ使用率といったものがメトリクスになったと思いますけれども、ここでは、オートノマスなアプリケーションに関しては、もうメトリクスに関しては、アプリケーションが持つデータ、あらゆるものがメトリクスになり得ます。で、ここでは、オンラインゲームを想定したメトリクスをちょっと2つほど書いておりますけれども、例えばユーザーの数ですとか、ちょっとバトル型のゲームだと、空いてるバトルルームの数っていうものを、メトリクスとして採用すればいいんじゃないかなと。じゃあ、この自律型のアプリケーション、どんなメリットがあるかというところなんですけれども、まず1つ、非常にタイムリーなリソースコントロールが可能ですよというのがあります。例えば、ゲームユーザー、利用ユーザーの急激な増加を検知して、あらかじめサーバーを増やしておくと。ゲームが始まってから、CPU の負荷っていうのは上がるんですけど、その前にユーザーがもう大量にログインしてきた段階で、あらかじめサーバーを増やしていく、そういう早めの対応が可能になるわけですね。あるいは、
空いてるバトルルームの数っていうふうに書いてありますけれども、空いてるそのバトルルームの数が減ってきたっていうのを検知して、オートスケールをすると、まあ、そういったことが非常にこうタイムリーなリソースコントロールが可能なっていうメリットがあります。でもう一つ、シンプルデザインと、デザインが非常にシンプルだということが言えると思います。で、さっきもちょっと言いましたけれども、そのアプリの外側のサービスっていうのが必要なくなるわけですよね。モニタリングだったりオーケストレーティングだったり、オープンスタックで言えば、セイドメーターヒートっていうようなコンポーネントが必要なくなって、アプリ自身がそれを全部コントロールすると、そういうメリットが挙げられます。まあ、一方で当然デメリットもあるわけですよね。で、そのデメリットの代表というかいうのが、複雑なアプリケーションのプログラムになり得てしまうという問題があります。で、まあ、具体的には VM の数だったり、まあ、そのクラウド上のネットワーク構成だったり、まあ、そういうのを気にアプリケーションが気にしなければいけなくなってしまうというデメリットがあります。また、まあ、API を実際に叩くので、その認証情報だとかエンドポイント情報というものもアプリケーションが持つ必要が出てきてしまいますと。こういったデメリットに対して、私たちはラックっていうソフトウェアを開発をしたという流れになります。で、ラックの解説は後半ちょっと、詳しくさせていただきますけれども、ここでは、実際にそのオンラインゲームがオートスケールする様子っていうのを、表現したデモを作ってきましたので、それをちょっとご覧いただきたいと思います。題材としては、マルチプレイヤー型のオンラインゲームでございます。で、オートスケールのメトリックスとしては今回、空いてるバトルルームの数っていうものを採用しています。詳しい話はもうちょっと後でします。で、今回、最初ご紹介しましたけれども、モノビットさんの MO エンジンという、まあ、オンラインゲームを開発するための、まあ、ゲームエンジンというものがモノビットさんの方で無料で公開されていますと。で、これを今回、題材として利用させていただきました。もし皆さんご興味がおありでしたら、このウェブサイトを訪れていただくなり、この後ご質問本庄さんの方にしていただくなりですね、ぜひご興味があればお問い合わせください。では、実際にデモをちょっとお見せしたいなと思います。ちょっと画面の説明をさせていただきます。左上が、今回、のバトル型のゲームのタイトル画面になっています。で、左下は皆さんご存知オープンスタックホライズンですねのダッシュボードの、ネットワークトポロジーの画面を出しています。で、この赤いネットワークのところに、ゲームサーバーが、まあ、立っているというような感じです。で、一番右のところが、まあ、インフラのデモってあんま面白くないですよね。なんか VM 上がったり下がったりとか つまんないので、今回ちょっと、3D でそのインオートスケールする様子っていうのを表現するデモを作ってみました。で、それが一番右の画面なんですけど、この白い、台みたいなのがそれぞれ VM だと思ってください。で、これ一個一個が、バトルをするための部屋とバトルルームというものを表しています。で、これから、動画をスタートさせるんですけれども、実際にプレイヤーがこうログインして、バトルが始まってっていう様子をこれからちょっとご覧いただきたいと思います。バトルルーム、バトルサーバー VM を表しています。今この左上の画面から、プレイヤーがチームを選択してログインをしました。するとプレイヤーがポコッとこう現れるんですね。で、また別のところで別のプレイヤーがログインをすると、2人揃ったということでマッチングというものが成立して、3つのうちの1つがバトル会場として使用されます。そしてここでバトルが開始されるという動きになります。で、これちょっと止めますけれども、今回はですね、そのアプリケーション側でこのエンプティバトルルームっていうメトリックスを使ってます。で、今回の構成だと、常にその最低3つの空きのバトルルームを維持しなさいというようなアルゴリズムが組まれています。なので、今3つのうち1つが減った段階で、自動的にこの VM が立ち上げられた。で、これはあの外側のヒートとか別に使っていなくて、アプリケーション自身が API を叩いて、まあ、サーバーを増やしていると、そういう動きになります。
もうちょっと細かく言うと、実際には Nova の API を直接叩いているわけではなくて、RAC っていうソフトウェアが間にまた入って、その RAC がその API を提供しているというものになります。でもうちょっと続けます。実際こうバトルしている様子ですね。で今度また別の2人のユーザーがログインしてきて、マッチングが成立します。すると残りの2つのうちどっちかが、バトル会場として利用されます。これで空いてるバトルルームの数っていうのは1になりました。で今、ちょっと説明してなかったんですけど、さっきなんかモヤモヤってなってたのは VM がこう起動中ですっていうことを表現してます。で今、ようやくこのバトルルームの準備が完了したよということで、この白い台がもう一つ増えたということです。で実際この数字も2に増えています。で、今回の、アルゴリズムだと、常に最低3つの空き部屋を用意しなさいというふうにしているので、さらに追加の VM が立ち上げられます。アプリケーションを自分で判断して VM を増やしていると、そういう動きを表現しています。で今度は、バトル終了のケース、スケールインの話に入りますけれども、アプリケーション自身というのはそのバトルの状態というのは常に把握できているわけですね。なのでスケールインに関して、特にすいません、スケールインの時もきちんとバトルが終了したっていうのを判断した上で安全に VM を削除するという動きをしています。でこの削除に関してもアプリケーション自身が削除するっていう動きをしています。でもう片方のバトルもそろそろ終了するかな。バトル終了とともに VM が削除されるという動きをお見せしました。で実際ちょっと見づらかったんですけど、このホライズンのところでもきちんと VM が削除されている様子っていうのが見れます。であとは空いてるバトルルームの数っていうのが、これで3つになりましたと。で、当然アプリケーションはその空いてるバトルルームの数っていうものを把握しておりますので、これ以上追加のサーバーは立ち上げないという動きになります。まず非常にこうリソースが最適化されるというデモをお見せいたしました。ここまでが概要といいますか、デモとゲームの内容についてちょっとご紹介させていただきました。でここからですね、その自律的な動きを支えている RAC っていうソフトウェアとその連携の部分について詳しい説明をさせていただきます。お願いします。CTC の西田と申します。ここからは RAC 本体の紹介と、今回のゲーム環境でどのように RAC が稼働しているかということについて説明させていただきます。ですね、RAC はですね、こちらなんですが、経済産業省から支援を受けて開発を行っているオープンソースプロジェクトです。ソースコードの方は GitHub 上で公開しております。でラックというものがちょっとどういうものかといいますと、一言で言うと、ラックとは、Linux のプロセスモデルがあるんですけれども、それをクラウド環境に適用するためのツールとなっています。これどういうことかといいますと、まずそのプロセスモデルにおいて、OS 上のプロセスというものは、こちらのプロセス自身がフォークを行って、OS リソースを自ら要求する、この意味でちょっと自律的って言ってるんですけれども、でその際、そのフォークされたプロセスっていうのは、それぞれ親子関係を持っていて、プロセス間通信、IPC っていうんですけど、こういうことを利用して、それぞれ簡単に通信を行うことができますと。で、RAC はですね、この考え方をちょっとクラウド環境に適用することによって、クラウド上の、1インスタンスを1プロセスと、見なします。で、そしてその RAC プロセスの中、ラックプロセスの中で、その稼働するアプリ自身がその自ら、ラックのフォークを実行することで、新しいプロセスを、
そういう意味ではここで言うとリソースになるんですけれども、これを簡単に要求することができますと。でさらにそのフォークされたプロセス間にはその親子関係が、同じくできますので、ラックの機能を使うとその、まあ、インスタンスを1プロセスと見ているので、このプロセス間で、まあ、あの IPC と似たような機能を持ってまして、まあラックプロセス、つまりそのインスタンス間でデータの交換が、まあ、楽にできるというような機能を持っております。でなぜその LAC というものが今回あのプロセスモデルを採用しているかといいますと、まあ自律的なクラウドコンピューティングを実現するためです。一方その外部サービス、基本的にその現在のクラウドそのはその外部サービスによって、管理されている、まあ、ものになるんですけれども、まあ、こういったクラウドは我々ちょっと他律的と呼んでますと。で一方その LAC の方はそのサービスではなくてプロセス自身が、まあ、自律的にリソースを請求要求するという意味で、まあそういったその自律的に管理できるような、まあ、クラウドコンピューティングを目指して開発されたものです。で先ほどちょっとあのサービスによるクラウドコンピューティングは多律的だという話をさせていただいたんですけれども、まあ、こちら補足しますと、サービスによるクラウドコンピューティングでは、まあ、オーケストレーションやそのオートスケーリングサービスといった、まあ、サービスがあるんですけれども、こちらが基本的に全ての新しいインスタンスを起動する、まあ、もしくは削除するという、まあ、管理をしていますと。でまあ、それぞれその際にブートされた、インスタンスは、親子関係やそういった関係性は特に持たずに、まあ、それぞれ独立で稼働していますと。でさらに、アプリケーションの中の状態を、まあ、そのイベントハンドラーなどに、まあエージェントを使って、まあ、送ることで、まあ、そこで貯められた情報を、まあ、さらに元に、まあ、イベントが発行されて、まあ、さらに新しい、必要であればインスタンスを起動したり、まあ、削除したりという管理作業を、まあ、サービスの方が全て行っているという意味で、まあ、こちらは対立的だと考えています。で一方ですね、このラックによるクラウドコンピューティングになるんですけれども、こちらそのラックによって、まあ、同じく最初にその親プロセスをブートするんですけれども、そこから先はそのラックから起動した親プロセス自身がフォークによって自ら新しいラックプロセスを、まあ、フォークによって起動していくと、いうことになります。でさらにそのフォークされたプロセス間に関しましては、こちら親子関係、まあ、ペアレントプロセス、チャイルドプロセスっていうような、まあ、関係性がありまして、これらはそのラックパイプなどのちょっと機能を用いて、まあ、状態のやり取りを簡単に行うことができるようになります。さらにですね、またこちらラック自身はそのアプリケーションの中で利用することもできるので、まあ、アプリケーションの中で持っている状態等も利用して、まあ、アプリケーション内で自由にイベントを作った上で、まあ、その情報をもとにさらにフォークをするというような、フォークをして、まあ、リソースを要求するというような実装ができます。まあ、この意味でそのラックによるそのクラウドコンピューティングが自律的だというような意味で今回説明させていただきます。でこうしたあのラックによるクラウドコンピューティングにはいくつか利点があります。まずその一つ目なんですけれども、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけれども、まあ、便利なプロセス間通信が利用できますと。でこちら先ほど紹介させていただきましたそのラックパイプっていう機能があるんですけれども、まあ、こちらを使うとその IP とかあとはその1位の識別子っていうものを意識せずに、まあ単純に宣言するだけで親子間でまあ、データのやり取りっていうことが、まあ、できるようになります。次の利点なんですけれども、まあ、フレキシブルなリソースの自動化ということなんですけれども、まあ、例えばその LAC によるオーケストレーションなんですけれども、こちら最初にそのフォークで、まあ、こちらの方でフォークで新しい VM を立てることによって、まあ、ペアレントプロセスとチャイルドプロセスに対してそのまあ起動順序っていうような制御ができるので、まあ、これによってそのまあ順番をきちんと保つという意味で一貫性のある構築が可能になります。またそのフォークする際にまあ複数のチャイルドを立てるということもできるので、これによってまあ並列でも両立することができます。さらにですね、ラックによるオートスケーリングではその起動されたプロセスがあるんですけれども、まあ、そのプロセス自身が、さらにその自負人が持っている仕事量に応じて、まあ、新しいプロセスをフォークするというような、こともできるので、まあ、そういう意味でその、まあ、こちらで書いてあるんですけれども、まあ、マルチステージオートスケーリング、まあ、要するに多段式のオートスケーリングが、まあ、できるようになりますと。
で、さらにですね、こちらの、状態の交換が容易にできるので、より細かいイベントを、管理しつつ、細かい状態から、そのフォークだっていうような作業をすることで、オートスケーリングだとかを、オーケストレーションということが、できるようになります。で、次の利点なんですけれども、素早いリソース要求ができるということなんですけれども、こちら、そのイベントの通知先が、特に新しいサービスではなくて、もうプロセスそれ自身になるので、イベントの通知だけは最小でもアプリケーション間でし、あ、だし、最大でもその、このプロセス間の通信になるので、その分、外部のサービスを使うよりは高速だということです。さらに、そのリソースの要求自体も外部のサービスで依存、使うのではなくて、自身からその、要求をするので、同じく外部サービスを使うよりか、高速にリソースの要求ができると考えてます。で、最後に、利点なんですけれども、少ない要件ということなんですけれども、今回、特にこれを使う際にその、外部サービスっていうのを利用していないため、その、自由にイベントとかも、切ることができるっていう意味で、すごく、自由に開発ができるという意味で、少ない要件が、挙げられるのかなと考えてます。こちらの今挙げた利点のうちのいくつかなんですけれども、今回デモで紹介した、モノビット MO エンジンのにおけるそのゲーム環境をオーケストレーションする際や、先ほどちょっとデモで見せたようなオートスケーリングを、する際にもちょっと見ることができます。で、なので、ちょっと以降では、ちょっとモノビットエンジンによるゲーム環境が、一般的にまずどのような構成になるのかっていうことを説明した上で、ラックが今回そうした環境をどのようにオーケストレーションして、さらに、サーバーをオートスケーリングしていくかっていうことについて、その後ちょっと一般的な構成を説明した上にどういうふうに作ってるかということをちょっと説明させていただきます。で、まず、じゃあ今回の MO エンジンのゲーム環境なんですけれども、今回のゲーム環境なんですけれども、管理サーバー群と言われているものと、バトルサーバーという2つの機能、大きく分けて2つの機能に分かれています。まず、こちらの管理サーバー、こちらですね、こちら管理サーバーの機能になるんですけれども、こちら、その対戦ゲームの、プレイヤーマッチング処理を行った上で、空いているそのバトルサーバーの、情報を、プレイヤーに、返す機能を持っていますと。で、こちらの管理サーバーなんですけれども、それぞれの役割がちょっとありまして、種類的には4つあって、別々の役割を持っていますと。で、一方、バトルサーバーの方なんですけれども、こちらですね、プレイヤーからの対戦のリクエストを受け取って、バトルサーバーがその処理をして、その処理結果をプレイヤーに返すというような、役割を持っています。で、このバトルサーバーに関しては、プレイヤーの数に応じて、負荷が増えるので、その分オートスケールをする必要があります。で、さらに、そのバトルサーバーは、自身の情報を、管理サーバー、要するに今、ゲームを使用中だとか、今自分はゲームを担当してない、空いてますっていう情報を逐一、こちらの管理サーバーに、パケット情報として送って、パケットに詰め込んで、送ってますと。で、このパケットなんですけれども、MO エンジンの一機能であるモノビットライトニングネットワークというアプリケーションプロトコルによって実装されてまして、このパケットが、管理サーバーの、こちらになるんですけど、バトルインフォサーバーというところに送信されてます。なので、こうしたそのバトルサーバーの情報っていうのは、このバトルインフォサーバーっていうと呼ばれるそのサーバーの中にのアプリケーション内で、一元管理されてる。されてますと。で、この情報をもとに、管理サーバーの一つであるマッチングサーバーが、プレイヤーに対して、空きバトルサーバーを提供するというような、そういうような仕組みになっています。この前提でですね、ラックにより、今回、最終的にオートスケーリング機能を含めたゲーム環境を、ワンコマンドで構築することができるようになるんですけれども、その時、ラックがどのように、動いているかといいますと、まず最初に、2つの、作業をするんですけれども、具体的にはその管理サーバー群を、ラックの機能を使って、オーケストレーションをしますと。
で、あともう一つがそのバトルサーバー、先ほどデモであったと思うんですけれども、こちらのバトルサーバーをオートスケーリングするエンジンとしてもラックは今回利用されています。じゃあ実際にラックがどのように、ゲーム環境を最終的に構築するかということをちょっと説明したいんですけれども、その前にですね、今回ゲーム環境をオーケストレーションしたり、そのオートスケールするんですけれども、その際にちょっと、構築の際にちょっと注意すべき要件がちょっといくつかあるので、それをちょっと先にご説明させていただきます。まず管理サーバー群をオーケストレーションするときの要件なんですけれども、こちらのシンクサーバーっていうものがあるんですけれども、こちらがその他の、マッチングサーバーとか DB サーバーとかバトルインフォサーバーっていうのがあるんですけど、これらより先立ってまず起動する必要がありますという要件があります。で、さらにですね、こちらのマッチサーバーとバトルインフォメーションサーバーは、この DB サーバーが、準備完了の状態にならないと、起動できないっていう形になるのますので、その部分で、順序性を持って、一貫性のあるよう、オーケストレーションする必要がありますということです。で、一方、そのバトルサーバーの方を、オートスケールする際の要件なんですけれども、バトルサーバーの状態を知るためには、ちょっと先ほどもちょっと説明させていただいたんですけど、バトルインフォメーションサーバーが、今内部で持っている、パラメータに対してアクセスする必要があります。こちらが、そのイメージなんですけれども、今バトルインフォメーションサーバーがそのバトルサーバーの状態を今管理しているので、この情報にアクセスをしないと、本当にバトルサーバーが空いているのか、今削除していいのかっていう情報がわからないので、ここの情報をちょっと使う必要があるということです。その状態は主に3つありまして、バトル1がアイドル、今使用して空いてるサーバーですよっていう意味ですね。で、バトル2が、今ゲームやってるプレイヤーが今バトルをしている途中ですっていうフラグになっていて、バトル3であれば今ユーズドもうこちらの方はゲーム終了しましたっていうような、そういうフラグになってます。ラックは最終的に、こうした要件に対応して、ゲーム環境を構築していくんですけれども、では実際にどういうふうに、構築しているかっていうことになるんですけれども、まずちょっとラックのオーケストレーションの方、マネジメントサーバーのオーケストレーションについてまず説明させてください。で、どういうふうな実装になっているかといいますと、ラックの方でまずシンクサーバーのブートを行います。で、するとそのリンクシンクサーバープロセス自身が、その自身の機能を立ち上げる作業を行った上で、準備ができた段階で、自身が残りの DB、マッチ、バトルインフォっていうサーバーをそれぞれ、並列的にフォークしていきますと。で、そうするとその他の3台が上がるんですけれども、並行でその起動したプロセスのうち、マッチとバトルインフォサーバーに関しましては、そのデータベースの準備が完了したという、通知を、その先ほど言ったそのラックパイプを使って、受領するまで一部の作業を中断しますと。で、こうすることによって、そのオートケストレーションの際に、起動順序という要件があったんですけれども、それを、満たすことができるようになりますと。で、こうすることで、一貫性と並列性を保ちつつ、オーケストレーションをすることができます。で、次に、ラックによるオートスケーリングの方になるんですけれども、こちらの方はバトルインフォのアプリケーションの中に、それを判断するためのレーダーがあるということなので、バトルインフォメーションサーバーのアプリケーションの中で、ラッククライアントっていう、ツールがあるんですけど、それを用いてそのアプリケーションとして、必要であればフォーク起動していくっていうような、そのような実装になっています。例えばですね、こちらの左の図を見ていただきたいんですけれども、アイドル中のサーバーが少なくとも2台必要ですというような、条件になっている場合、こちら左の図では、今現在、そのバトル1はユージング2で、バトル2はアイドルだという状態になっているので、この時点ではもう1台しかアイドルサーバーがないので、それをバトルインフォメーションのアプリケーションの中で、自身をフォークすることによって、新しいバトルサーバーを1台起動することによって、この状態を見ながら、バトルサーバーを、フォークしていきますということができます。で、さらに、右の図になるんですけれども、今度はそのバトルサーバーが、ユーズドになってもすでに2台あるので、バトルインフォサーバーの方が、不要なバトルサーバーを今度はキルをして、
殺すというような動作があります。この先ほどの、それが先ほどフォークした時のデモで出てきた、まあなんか魔法陣がブワーッとなって最終的に、まあ、石の塊がドーンとできたのがこのフォークの部分で、まあ、最後に爆発して消えたっていうのがこの部分、バトル1の部分になります。でこうすることで、まあ、アプリケーションの内部の状態を用いつつ、まあ、アプリケーション自身で、まあ、素早くリソースの、まあ、要求ができるっていう意味で、まあ、自律的な、まあ、オートスケーリングっていうような、まあ、意味になっているとお考えください。で最終的に、ラックによるゲーム環境なんですけれども、まあ、こちらのようになってます。ラックの方で、まあ、ラックブートシンクっていうコマンドを叩くことによって、まあ、まずシンクサーバーが立ち上がってオーケストレーションが始まって、まあ、こちらの環境が出来上がりますと。でそれでオーケストレーションが終わると今度はバトルインフォのプロセスの方が、まあ、現在バトルサーバーが足りないっていう情報が分かるので、まあ、バトルインフォメーション自身が今度はオートスケーリングとして、まあ、それぞれのバトルサーバーを必要台数分立ち上げますと。でこれでまあ自動的にゲーム環境ができるんですけれども、であとはそのプレイヤーがその接続した状況に応じて、まあ、さらにその状態がその変わっていくので、その状態に応じて、まあ、バトルサーバーをキルしたりフォークしたりっていうような環境が出来上がります。で最終的にこの環境が不要になったときは、そのラックキルシンクっていうコマンドをやると、こちらすべて親子環境でつながっているので、これをキルするとこの環境すべてをすべて一発で削除するっていう動作もさせることが可能です。はい、以上で今回ラックによるゲームの環境の説明は終わりとなるんですけれども、まあ、総括すると、我々が言いたかったことっていうのは、以下の通りになります。まずサービスによる、まあ、サービス管理によるクラウドコンピューティングっていうのは、まあ、基本的には多律的ですという点です。で一方そのラックは、自律的なクラウドコンピューティングを目指して、まあ、開発されたものです。でそのために何をしたかといいますと、ラックはプロセスモデルを、まあ、クラウドに適用しましたということです。でこれを行うことによって、まあ、先ほどもちょっと説明したような、まあ、フレキシブルな自動化、まあ、オートスケーリングもオーケストレーションもそうなんですけれども、あとはまあそのプロセス自身が、まあ、素早く、まあ、リソースを状態を使って、まあ、自分自身の状態を使って素早くリソースを要求したりだとか、あとはまあできますし、まあ、そのサービスを一切使わないので、まあ、ここによってまず要件、いろんな要件に頼ることができるっていう部分だとか、あとはその、先ほど説明しましたけれども、そのラックパイプなどのちょっと便利なプロセス間通信を使うことによって、それぞれの、まあ、プロセス間で、まあ、簡単にデータ通信がやり取りっていうことができるというような利点を得ることができます。では以上で我々の説明の方終わりになります。本日はご清聴どうもありがとうございました。